帰ります。随分ともう暗くなりました。暗くなるとこのカメラはね、あのモンスターですからね、綺麗に映ります。月明かり、今日明るくね、月明かりとライトで明るく映ります。これね、固定して、あの画面が明るさ固定して、見た目より少し明るく、ね、月明かりが綺麗です。当然私も嫌です、ね、私のも嫌でしょ、どなたでも。まあ入ってる方入っていいんですよ、私その会責任、何の責任を持ちませんから。世界中見られても私何の責任もありません。入れるのはそれね、別にそんなことも入るなとは言いません。普通の通行人なんでね、通行人なんかごく普通に何人でもね、何十万で、あの札幌の人口150万ですかね、いますから、そんなことはね、違う、気をつけますね。そんなことはね、もう自由なんで、ね、まあ今でもね、何人10人でしょうが待っていたり、ね、ね、私の邪魔妨害しながら何も入っていただいてもそれは自由なんで、通行に入るってそんなことはない、言えるわけないです。誰が誰か分かりませんよ、通行に入る、この人どうなの、誰の分かりませんよ。自転車も、自転車借りればよかったです。自転車ね、500円でレンタル可能だったんですよ。走っています、マラソンです。日曜日マラソンなんでね、北海道マラソン、アマナスマラソン、モロヒラバリ、見た目より少し暗めです。信号は赤です。これだけ動けばね、お腹もつきます。本日もよく歩きました。休憩取りながらね。
ブルーレイディスクにね残すって、大きなテレビで見ると綺麗ですよね。まあ確かにね、ソニーのテレビが綺麗なのに間違いないんですけどね。けど大型テレビもっと安いのもありますからね。私の作品見ました、綺麗と思いました。滝の作品ねご覧いただいたと思いますけどね。どの方も札幌の方強いんでね。じゃあ北、私がこちらに向かうの西側に向かっていますね。西に向かっていますね。札幌だね。どの方お強いんでね、女性は。この方もそうですよ。神戸人なんか全然クライムになりませんよ。この方もお強いんでね。根性もねしっかりしています。まあね、神戸と大阪でも全然違いますからね。あさら神戸とね、札幌なんか全く異なりますから、根性が違います。大地甘くないです、厳しいですからね。名古屋同様です。いろんな方に、ね、これ声の中に来ましたね。明るくしますね。少し暗めにしていますが、はい、オレンジですよね。前田ありがとうございます。女優の坂村さくらです。オレンジですよ、見た目ね。私の顔オレンジになってます。あのフリッカーというのは、あの白の電灯がもし60分の1だとちらつき起こすんでね。これさ、捨てたんだけやっててさみたいな感じだったよね。フリッカーはこの現象です。そしてちらつき、少し見づらいんですけどね、フリッカーやはり起きていますよ。軽く映っていますね。暗いですよ。私は入りましょうか。暗いですよ。ソーセーバー明るく映ってる、モンスターカメラ、わずかな光でこれだけのね。例えばね、ここでね猫が合体していればね映りますよ。これ F2.8 でこの明るさで映りますから。 F1.1 だともっと明るく映ります。ざらつきがね収まります。で
便所です。便所は来ません。オレンジですよね。あれね。オレンジ、なんか季節を、秋の季節、紅葉なのかね。街灯が白少ないんでね、オレンジが多いんでね。あれ犬なんですよ。うわん。和音がね。まあ帰ればね、暑いんでね、もう。それを分かっていましてのことなんで。暑いですかってね、とりあえずあと一泊倒れないように、ね、気を使って、ね、なんかオーナーの方はあまりね口数少ない方なんですけども、まあ、家族経営でされています。部屋がね、5部屋19にと書いていました。外国人騒いでるの一人もいませんよ。まあそんな方も止めないんでしょう、あまり。それはね、どなたも止まれますけどね、お金払えば。3000円です。ちなみにドミトリはジャランからだと3000円です。私で4000円です、一泊ね。チンチン電車のところまで行きました。間違いありません。ホテル来ましょう。虫に刺されました。さあ、もう通常部位ですね。ね、マグロね、今井丸いで1500円で買いたいですよね。明日はもうちょっとね、買っても大変なんで、虫刺されます。できました。チンチン電車の通り、電車が来ましたね。チンチン電車が参りました。新型です。これで、先ほどとは違った光景ご覧ください。もう完全に日が暮れました。もうオレンジです。だけどね、オレンジです。なんて言わせてきますね。ないです。
ャーボ航空普通の変わんない。あ、いいんですいいんです。東本町のところまでまずはね歩きます。平気で渡ってわかりません、ね、強いですね、すごいね。セブンイレブン電車通りはね、大抵もいろんなところあります、ね。自動車が来ました。分かりたいんですが自動車が来ています。こちらは今度は行けないんですよ、俺は渡るの危ないんですけど、まだ来ていますね。電車が来ましたね。もしこれ渡るとね、警笛鳴らされますんで、ね、平気で忘れてください。心配ありましたね。あ、電車のレールの上に歩いてます。良くないんですよこれ。こんな感じで良くないんですけどね。今電車行きましたから途中から渡りますよ、車に気をつけて。まあ札幌で、ね、北海道ね、まあ、そんな来ました、車来ました。車が来ればね、よければいいんだ。まあ真似しないでください、絶対。私自己責任を行っていますからね、特にね通行していけないとも書いていませんから。電車が来ました。電車来てれば電車に警笛鳴らされますよ。何やってるんだっぺって。中央図書館前駅、中央図書館前駅、次は中島公園通り、中島公園通り、お願い方をしてください。なんですよ、少しあの自動になってませんでした。山花通りまで来ましたね。
こちらが山田通りでした確か。先ほどのがこちらが中島公園、こちらが中島公園前ですね。こちらが中島公園通り、間違えちゃいましたね。便利なところね。ここまで戻ってまいりましたね。ペンギンの目の前です。ペンギンのところに隣がスーパーで便利ですよ。けどね、中で持ち込んだ意味は、ね、ダメですけど、なんかね、それでこそ営業妨害ですかね。楽しかったです。1500円でね、何日まで1500円でね売るか分かりませんけどね、まあ相手日が、お店の方ね、いや日によって値段変わりますけどって、2日間続けて1500円でしたよ。丸井米もね、大丸札幌店も、まあ、さ分かりませんけど、昨年4000円でしたからね、分かりませんけど、けど北海道のねマグロなんかお買い得です。油少ないです、大トロちょうどいいです。チンチン電車が通過いたしました。電車ね、あることいいぞ。帰れば暑いですけどね。の予定ですけどね、一日の予定です。明日で終わりとは言っていません。終わりとはまだね、言っていません。おまけがありますからね、終わりとは言ってませんし、
27日は私は帰る予定になっています。航空券は27日なんで、それは私が自由なので、いつ帰るかというかね、たびたびね、正規料金9月になって2万5000円いくらまで下がるとはいえね、たびたび往復してもお金本当にもったいないですよ。経費でね、人他人から負担でね、経費ならね、それはあの、はあ、行きますよと私は言いますけどね、ああ宿泊費用意しろね、飯の代金用意しろね、ああ私は動きますよ。それだったらね、私のところから出ているんでね、それは私のやり方自由なんで。少し暑くなってきましたね。V の運転、マンションヤマハナスティスマハドア、もう分かる、もう参りません。東湾岸のところ曲がればいいんだ。途中でね、迂回すると船になります。電車のところ、最も電車の直下のところまで今日は戻りますけど、雨止みましてね、何時頃出ようか。検討しておりました。今日は中島公園、コルヒラ橋、ウォークですね。ウォークね。さあ、何分歩いたでしょうか。片道で何分かかったでしょうか。ね、行きと帰りで若干異なるんでね。コーラ2本持っていますし、行きは1本、帰りは2本。わかります？どうしてか。それはもう、ね、これはもう買うからね。それはもう、それは作業でうまくつなげてあるんでね。購入したなかなか購入は撮影ができませんがね、その購入してる感はうまくね、つなぎ合わせてあるんでね、自然にね、つなぎ合わすとやはり楽しいんでね、不自然だったらなんか変でしょ。慣れると作業なんか簡単なんですよ、そんなね。私が湘南地人行きが短いんで、すごい早いですね、金曜日ですよ。どこまでも採掘できましたけどね、まあそう。けど、トロを一つに取れば、天然の方がうまいでしょうね。ね、夏で、
養殖マグロをたくさん食べるのはやはり胃には負担かかりますよ。合計3個とトロテカ1本でしょ。お腹にもっと負担かかりますよ。強い方ならねあれですけど、で途中であのアサリの酒蒸しもね加えて、チンチン電車と。お酒も飲みましたけどね、かなりまあ酔ってまして、タバコも吸って、まあ、それはそれで良かったです。お金なしね、予定します。あとはもうトリトンですね。大きな食事というのはね、トリトンですね。トリトン、回転寿司回転寿司なんで、ね、日曜日に予定したの。日曜日混んでるでしょうね。日曜日ね予定しているんですけどね、帰りにね、そんで2年前ね、琴似から宮の沢に向かったとき日曜日でした。時間帯少し早く行けばいいんですね、今従業にそんな詰め込みません。時間帯はすれば、そもそも日曜日なんか家族連れ多いでしょ。一人でなんか十分空きあるんでね。東村さん吹く風ね、昨日と比較して今日はなんかひんやりと、部屋入れば暑いですよ。まあそれもね、冒険です。いい冒険しましたね。いい体験もしました、ね、神戸より暑い、私がこの夏最も暑い体験ですね。これはこれはもう史上ね、札幌の最高気温36度3分、今日は35度になりましたから、一応猛暑日。それでも神戸より暑いんですから。けど今私の歩いてる限りなんかひんやりとね、下が冷えてる。エビそばね行きませんでしたけど、行きま無理なんですよ。エビそば無理なんですよ。けどね、昨日の味の時計台ね、かなり甘くなっています。私のお口にちょっと合わなくなってきました。まあね、贅沢と言われますけどね、しみじみのラーメン1050円の食いましたからね。あれに比べるとなんか甘くてこってり。それで私辛いものね注文行ったんですよ。それでもまだ甘かったですからね、餃子でもね。こう僕って超えてしまいました私。しみじみのラーメン意外と美味しかったです。最初不安でしたけど、ね、しじみに入ってるでしょ、その部分。いや札幌ラーメンってありますよ、こってりです。合掌東別に、東別に、東本館に、札幌別に。弁当ももう食いましたしね。ですがね、弁当を買わないでしみじみに行かなかったらきっかけ失いましたね。そうね、四つ葉パーラーね、今なんか移転してどっかわからないんですよ。
場所を移転しちゃいましたね。ボタン触ります。確認 OK。 自動車行ってます。平気で渡ります。ここはホットモットを少し引きまして、左に曲がって右ですよね。エンジンのところですね。暑くなってきましたね。そうもね、歩くでしょうね、多少なりね。すすきの駅まで歩くにしても、バス停までにしても歩きます。まあ、ね、札幌市から外れるのは外れます。着替える方ね、なんか着替えなくてもいいよね。だけど今日は暑いよ。東京から来られた方もね、ある厚手のものを持ってくる、いらないよね。確かにいりませんね。その方たちですね、札幌を何泊かされて帰る方のようですけどね。確かに東京より暑いということで、これはもう、ね、確かに言えますね。神戸より昨日暑かったですから、それにはね、少し異常気象ですよね。いい風吹いてますけど、そういうこともあるでしょう。昨年涼しかったですけどね、今日なんか長袖いりませんね。本来ね、すすきので夜を明かそうと思えばね、夏でも絶対にね、厚手のもの一枚あった方がいいんですけどね、今回はもういらないようです。虫に刺されました。なんか虫に刺されました。
ここです。なんか変ですね。エンジンがあれなんですよ。エンジンがあれですんで。これ時間余分に消化しましたね。間違いやすいんだね。黄色のこれ何なんだろう。間違いなんだね。なんか分かりにくいです。玄関までといたします。危ないんでね、これ持っています。ここぐらいね、余分に歩いたりさ。大きな通りが見えました。国道203で、これは少し一つ筋を間違えた。間違えた。シャトーブリアンです。シャトーグランドです。自動車来ました。しました。バス。ね、覚える頃にね、もう終わるですから、ね。到着です。私最後に到着。到着しました。